側面に入り見して体さばきと手刀の働きで受けを前方につり出し崩すと手首と後頭部を制して投げるのが回転投げです。 側面へ入り見すると同時に、左手刀を開き、当て身を入れます。後ろ足を踏み込みながら手刀を振りかぶり、前足を後方に引きながら手刀を切り下ろすと、受けの後頭部と手首を制します。後ろ足を踏み込み、腕を前方に押し込んで投げます。 手刀を開いて、切り下ろしながら手首をつかみます。手刀を切り下ろしながら前足を大きく引き、受けの体勢が崩れた瞬間に後頭部を制します。手刀は受けの手首をつかみます。